魔物の掃討任務？ああ、今期の訓練兵たちは類まれな好成績を残してくれた。既存の家庭だけでは実力を評価しきれないほどにね。そこでさらなるステップアップを目指す訓練過程として魔物の掃討任務に参加してもらうことになったんだ。つまり前の遠征のように魔物と戦うのでしょうか。今回はどちらへ？かつて回廊として使われていたが、今は魔物が住み着き通れなくなっている場所があってね。強力な魔物はいないようだけれど、いかんせん数が多い。でもエリコ班やマコト班を筆頭に今期の新兵は実に優秀だ。彼らになら相当任務を任せられると思う。それでお呼びがかかったってことか。しかし強くはないっつっても万が一はあるんじゃないか。そうですね。そういった相手にこそ油断や慢心も生じやすいでしょうし。もちろんだから二人にも参加してもらいたい。君たちなら経験不足な兵たちをうまく導いてくれるだろう。なるほど、それで呼ばれたわけか。なら教え子の面倒は最後まで見てやらないとな。エリコはどうだ？その程度の仕事であれば構いませんわ。数が集まっただけの烏合の衆など私が全員蹴散らして差し上げましょう。いやダメだろそれじゃ。あくまで戦うのは新兵たちの役目で、私たちは指示を飛ばすだけ。そんなとこだろ。面倒ですわね。私たちが手を下せば確実な戦果が手早く得られますのに。大事なのは新兵がしっかり実力をつけることだよ。その道のりに近道なんてないんだ。分かっています。まったく教官というのは一筋縄ではいかない仕事ですわね。では改めて、今回二人には回廊を占拠する魔物の掃討にあたって新兵たちの部隊を指揮する役目を任せよう。訓練過程での半編成より大人数の兵士をまとめるわけだけど、君たちにならみんなついてきてくれるはずだよ。なるほど、わかりました。私の教え子たちが邪魔くさい魔物たちを一匹残らず駆逐してみせましょう。そんじゃ二人で引き受けるってことで、みんなの成長を見届けるつもりで頑張ろうぜ。エリコ、マコトさん、ぬるいことを言っている暇はありません。新兵たちが最高の結果を残せるよう私たちも全力で指揮に当たるのです。おおいや待て、エリコ、面倒そうだったのになんかいきなり乗り気になってないか？当然ですわ。大勢の新兵たちを指揮することになると聞いたでしょ。つまりそれは優秀な教官である私の姿、いいてはあのお方の伴侶にふさわしい姿を大勢の目に焼き付ける絶好の機会だということ。手を抜くわけには参りません。どんな理屈だ。相変わらずぶっ飛んでるなお前。何を言っているのです。誠さんにとっても同じことでしょ。な、いや私は別に、あいつの伴侶とかそういうのは。私とあのお方の中を全力で応援するのならあなたにとってもまたとないチャンスです。さあ行きましょう。そっちかよ。だから私はそういうつもりじゃ。ああもう話を聞けって。そうそう、助っ人として参加してもらえるよう君たちの友人にも依頼してあるんだ。協力して任務を進めてほしい。ああそりゃ助かるぜ。戦力が大いに越したことはないし。
まさかそれってこっちが引き受けるの前提でとっくに話を進めてたってことか。期待していたと言ってくれ。君たちは優秀な教官だからね。それじゃよろしく頼んだよ。よし、始めるか。はい、気合い入れていけよ。魔物は片付いたな。みんな休憩に入れ。はい、教官。しかし魔物が山ほどいるとは聞いていましたが、本当に次から次へと湧いてきますわね。ま、想像してた通りではあるさ。実戦経験を積むにもちょうどいいだろう。お疲れ様。魔物の掃討は順調に進んでいるようだね。ああ、おかげさまで。新兵もしっかり戦えてるし、エリコも。クスクス。いまいましい魔物たちですが、私たちが愛を育むための糧になると思えば可愛らしいものですわね。うん、エリコも力が入ってるぜ。動機はちょっと不純だけどな。それはよかった。ならこの訓練も次の過程に進んで問題なさそうだね。え、まだ何かやるのか。やること自体はこれまでと同じ。協力して魔物を倒すだけさ。ただ次はゴール地点を設けず、隊列が保てる限り行軍を続けてもらいたい。要するに進めるところまで進むってことか。無茶ぶりが多い騎士団だな。問題ありませんわ。彼らの実力を考えれば不可能ではありませんし、それに追加の訓練って聞いてびっくりしたけど、魔物もそんなに強くないみたいでよかったよ。むしろ俺たちが強すぎるのかもしれないね。これなら騎士団でもどんどん出世できそうだぜ。思った通り、敵を侮り慢心する輩が出る頃合いですので、教育しがいがありそうです。クスクスクス。おい、エリコ、新兵にお仕置きするのがメインじゃないから、そこは忘れんなよ。さあ皆さん、いえ、思い上がったゴミ虫たち、これより先には今までと別次元の地獄が待っていますので、お覚悟を。イエスマン。ま、油断禁物なのは確かだしな。私たちも気合い入れ直していくか。さあ始めますわよ。はい、地獄の訓練開始です。
力を貸すよ。訓練はまだここからですわ。流れですわね。記録です。どんどん行くわよ。乗っていますわね。ここまでといたしましょう。なんて素晴らしい。魔物もだいぶ減ったようだし、残りは私たちで片付けられそうだ。ありがとう、エリコちゃん、マコトちゃん。それに新兵たちも随分強くなった。君たちに教官になってもらえて本当に助かったよ。最初はどうなることかって思ってたけどな。教官役を頼まれた時もエリコが入ってきた時もさ。しかし彼らも一人前を名乗れるほどには育ちましたし、十分な結果でしょう。そうだな。ま、やるべきことはなんとかこなせたみたいで何よりだぜ。なんとかこなせたというレベルではないけれどね。二人は教官としてもとてもいいコンビだったよ。コンビって私とエリコが？そんな大層なもんじゃ。
そう呼ぶべき間柄なのかは分かりませんが、仲の良いお友達ではありますわね。エリコ、何せ誠さんは私とあのお方が絆を結ぶ姿に深く感激したらしく、身を尽くして私たちを応援すると言ってくれましたので。いや言ってねえ。お前の中で私はどういうキャラになってるんだ。深くは聞かないでおくけれど、二人の存在が新兵たちにいい影響を与えたのは事実さ。騎士団の一員となるなら自分の体を鍛え技を磨くだけでは足りない。命を預ける仲間として周りのみんなと確かな信頼関係を築く必要がある。それぞれが違った強みを持ち補い合って困難に挑む。そんな君たちの信頼関係も新兵たちにとっていい目標になったんじゃないかな。それはまあ確かに。そっか、私だけじゃ多分ここまでみんなを引っ張ってくなんてできなかっただろうし、なんだかんだでエリコが来てくれて助かったよ。それを言うなら私も同じですわ。誠さんの協力がなければ我流の訓練にこだわって勲章をもらうどころではありませんでした。それは本当にその通りだな。この先も誠さんの協力が得られるのなら頼もしい限りです。これからも私たちの愛を応援してくださいますわね。ああ、いやエリコ、それなんだけど私は正直言うとだな。正直言うと？なんです？やはり私たちの邪魔を？メス犬どころか人の純真を裏切り陰で嘲笑うような目ぎつねでしたか？いや大丈夫、とりあえずいいお友達でいさせてくれ。クスクス、ありがとうございます。末永くよろしくお願いいたしますね。では皆さん、任務完了までもう一息です。仲良く協力して頑張りましょう。さあ、私と誠さんのように。あの、なんでこんなややこしいことになるんだよ。確か私が素直になれないせいなのか。